はい、どうもニーナです。それではサイバーパンク2077続きをやっていきたいと思います。じゃあローグの連絡待ちなんだけどな。ローグ全然連絡してきてくんないな。来た。じゃあ続きやっていきましょう。ウィー、エブニケのことが分かったよ。いくつかつてを当たってみたところ、グレイソンの名前に聞き覚えがあるやつがいてね、いろいろ探ってくれたのさ。とある不当が怪しいと分かった。メイルストロームの島だ。エブニケって名前の由来は、大昔に死んだ市長とは関係なさそうだけど。それがあるんだよ。不当にある古い貨物船がその市長の名を冠して。ん？船の名前だったんだ、エブニケ。グレイソンを見つけたのね。やつとスマッシャーとのつながりは。アフターライフに来な、そこで話そう。分かった。なるほど、ちょうどいいところにターミナルがあるじゃないか。アフターライフ、アフターライフ、よし。はい、というわけでパパッとファストトラベルしてきましたよ、アフターライフまで。さてと、ローグから話を聞きましょうか。それはまあ元気っすよ。そうそう、あの子にもあげてみた。B、協力者のクリスピン・ウェイランドだ。よう B、スマッシャーを探してるらしいな。準備はいい、道中で話そう。一緒に来てくれんの？一緒に来るんでしょ。俺の出番は終わった。来ないの？スマッシャーが死ぬのを見たくないのか。見たいさ、でも遠くからでいい。あいつは死んでも生き返る厄介なやつだからな。ああ、本当の悪党ってのはなかなかしぶとい。行くんだろ。何堂々と乱入してきてんだあいつ。行きましょう。行く行く行く。調子はどう？元気にしてた？元気にしてるよ。ただ今後以下によっては元気じゃなくなる可能性あるけどな。また後で戻る。分からない、待たなくていいよ。レイランドは何を手伝ったの？グレイソンがちゃんと家にいることを確認してもらったのさ。アポなしで行くわけだしね。なるほど、徒歩で行けんの？グレイソン意外と家近いな問題じゃなく車に向かってますよね。持ってきたものがある。来てみろよ。お、ジョニーのジャケット。私が着てたら誰かさんと間違いない？それは大丈夫、レプリカよ。特注のね。本物は大昔に灰になっただろうから。ありがとう。乗って。ちょっと待って、ごめん、なんか話しかけてたの、ごめんね。え、かっけー、かっこいいじゃんよ。パンツがなんか変な感じだな。ちょっとパンツ変えていい？パンツをちょっと変えたい。パンツもうちょっと強いのないの？残念ながらまさか最強パンツがこれでした。ちょっと変な感じだが、これでいきたいと思います。
マジか。ここはなんかいいのないの？まあ、ちょっとは防御力高い。ちょっとは防御力高いじゃん。ちょ、かっこよくなった？あ、なんかシャツも同じコーディネートになったな。それはそれで恥ずかしい気もするが。やっとマシな格好になったな。うるせえうるせえ。じゃあ連れてってくれ。私のことはなんて？ジョニーとはよく話すんだろう。あんたはいつも最高だったって。最高ね。だが最高ってのは高くつくよ。あんたは本当にいいの？なんだおじけづいて。ただジョニーに乗せられたんじゃないかって。アダムスマッシャーはあいつの問題でしょ。そう思う？フェアにやりたいだけよ。あんたは今までスマッシャーに出くわさなかったのよね。何度か話題には上ったけどね。ならどうして探そうとは思わなかったの？ジョニーが戻って事情が変わったんだ。わかるだろ？ええ、そうね。そうだと思った。なるほどね。というわけで目的地までスキップいたしましょう。車はここまでだ。グレイソンとスマッシュを一度に片付けられたらついてるね。野郎はこの辺りに隠れているはずだ。そう、どういう作戦ですか？ね、作戦は？ウェイランドがグレイソンを見たとき誰かと一緒にいた。スマッシャーね。だといいが、まずはメールストロームのデータ端末だ。スマッシャーの情報が見つかるはず。倉庫を目指すとしよう。データ端末の場所は一体どうやって調べたの？私が仕入れたのさ。外部データベース、アテナ D3。メールストロームと仕事してたとは。誰とでもやるよ。こっちの条件に合えばね。50年も経てばいろいろ変わるんだな。まあフィクサーとそういうもんでしょ。準備は？オーケー、始めましょう。この辺はネズミが多いからもう少し暗くなるまで待った方がいい。その間何するの？もちろん見張るんだ。よし、もういいだろう。メールストロームと遭遇したら援護は頼んだよ。さあ、行こう。緊張してるな。え？念のため援護してやれ。考えがある。少し待ってからついてきな。いいよ。ちょっと待って。いろいろ仕込みを入れたいじゃん。どこ行くん？こいつ、すげえな。ちょ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 、嘘嘘嘘。なんであいつはバレねえんだよ。あの辺で私たちに手出しするようなバカはいない。ついていけねえけど。開けられるかい？どうだろうか。いける。よし、音を立てるな。いや、結構危なかったっすよ。敵がいる。静かに出る。
まあ、待ってよ。監視カメラ無効化したりさ、マークしたりとかさ、いろいろやることあるんですけど、データ端末遠いんだけどデータ端末すぐ遠くない？これ慎重に越したことはないんだよ、こういうのに。ドンパチはやりたくないんだけど、ドンパチはやりたくないんすけど、その方向性で合ってます？あいつはフェンスのどっち側？フェンスの向こう側か。そこにもいるな。カメラとか大丈夫？動き出したぞあいつ。カメラあったよな。あぶね、ちょっとやめて。こっち来んの？あいつこっち来るのやばいだろ。あいつこっち来るわ、やばいじゃん。帰れるものはみんな交換した。別に今のところ何も問題はない。どこゴミ箱ありません？いや無駄に中入ってくるのも良くないよなこれ。すげえ怖いんだけど。あれは無力化しただろ。そこら辺は大丈夫なんだよね。いるよ普通に。スマッシャーの情報どころじゃなくなったくそー。疲れてん。やろうってのか。なんてのは私には似合わないよね。さてと、まあバレちまったならね、もう手加減の必要ないよな。バレちまったならよ、拾えない。やっぱもう死のこのめんどくさいと思うわけですよ。
まあもうやっちまおうぜって話。全然わかんないな、何かいても。何かに向かって発砲してない？あ、いるじゃん。実力行使になっちゃいましたけれども、向こうにまだカメラがあるのか。カメラどこ？あった。なんてだ。アダムスマッシャーさんはいらっしゃいます？なんでだ、まあ、なんでだなんでだって言ってるってことは敵も多少残ってはいるのかな。使えそうなものを探してドアを見張ってる。オッケー。居場所はとっくに分かってるくせにためらってるな。やっぱりまだあの野郎が怖いんだ。なんでだ。なんでだって言われてもね。まあ、この端末から何か拾うんじゃないの。エブに行け。メールストロームの無能どもはよ。隠れてるよね。よし、調べてみよう。はいはい、俺が読む前に、右に向かう。ちょ、待って待って待って。まあ、じっとしてろか。ここら辺はスパイメールというか、スパムメールか。なるほどね、こっち側から来た時は結構大変だと。こじ開ける。必要ないことしてる。エブに剣を。冴えない船ね。中はもっとひどいよ。行こう。オッケー。ここは死なずに決めたいね。こんな甲板を調べよう。なんかいいか言ってた。どうして付き合ってくれるの。蹴りをつけたいからさ。ジョニーの仇。それもある。さっさと出てきやがれ。まあいそうだよな。
通り。これは。カンタを襲った連中はこいつらか。プロの仕事だった。本当にその時の品なの。679275PN1H。私も行方探しを依頼されたんだ。それでも隠し通すなんてなかなかやるじゃないか。おい、もうそろそろいいだろう。いい加減クソ野郎を倒しに行くぞ。しかしそれは生物に限った話。超力発電を動力とする自動システムは野放しで今も稼働を続けています。あそこに一人いるだけ。あいつはこっち振り向くのか。いいでしょう。私は織田にも勝った男だそう。お前ごときで。あ、受領番になっちゃった。少々お待ちください。少々お待ちくださいね。いらない、いらない、いらない、いらない。まあこんなところで。やり過ごせるかもしれない。よう、グレイソン。まとめて掃除してやろうじゃない。銃を取れ。おお、これはあんたの銃じゃない。グレイソン。なんだよローグ、俺たちは仲間じゃなかったのか。まあ別に驚きはしない。裏切りはお前のお箱だからな。スマッシャーはどこ。知り合いなの。ローグのことはみんな知ってる。生ける伝説だ。なあ、不思議に思ったことはないか。荒坂タワー襲撃後、なぜローグだけが生ける伝説になれたのか。アトランティスの他の連中と何が違ったのかをな。輝かしい肩書きと快適な暮らしはただじゃ手に入らない。誰の何をしゃぶったらここまでなりやがる。一体何の話。動揺させようとしてるのさ。まだ逃げられると思ってるようだね。スマッシャーはどこだ。スマッシャーはどこ。荒坂の連中と一緒だ。分かりきったことだろう。いつ戻ってくるの。来ない。中心アダムはあそこの警備責任者に任命されたんだ。こんなところに戻ってくるか。俺は後片付けのために残っただけだ。くそ。ざまあねえな。
お前らなんかじゃスマッシャーには手が届かない。だが安心しな、向こうが見つけてくれる。面倒は自分で片付けるのが好きなんだ。スマッシャーのところまで案内してもらう。無理な話だ、あいつは俺を信用しちゃいない。なあ、なぜお前らはスマッシャーを探してるんだ。スマッシャーはどうでもいい。シルバーハンドに何があったのかを知りたいだけ。ジョニーシルバーハンド、何が知りたいんだ。なぜシルバーハンドの銃を持ってたの。お前もファンか。スマッシャーにもらったのか。特別な仕事を成功させた褒美にな。スマッシャーはシルバーハンドの死体をどうしたか言ってた。なんだ、墓でも掘り返す気か。ソウルキラーにニューロンを焼かれ、自分のションベンにまみれて死んだとよ。死体はどうなったの。バットランズの油田近くに埋められてる。101号線を北に行き、埋め立て地の方を目指せ。十分深く掘りゃションベン苦性菌の腕が見つかるかもな。もういい、始末しろ。さっさと終わらせな。顔を見てるだけで吐き気がする。待て、シルバーハンドを追ってるんだろう。いいもんがあるんだ、あんたにやってもいい。ローグ、もう始末していいのよね。当然だ。いや、やりたいようにしな。スマッシャーはジョニーからあるものを奪った。俺を見逃せばお前のもので。どうするかね。スマッシャーがなぜジョニーのものを。サブロー荒坂から死体と所持品の処分を命じられて、ほとんど売り払ったが、マロリアンとはそいつは残した。今日は運がいいね。 B、 甘いんじゃねえか。約束したものはコンテナの中にある。あっちのクレーンだ。中身は何。開けりゃ分かる。ほら、アクセスカードだ。まったく。爆弾なんてことはないよな。くそ、無駄骨だったね。結局何の手がかりもつかめなかった。おい、B、行ってやる。分かったこともあるでしょ。ジョニーの死体がゴミみたいに捨てられたってことがね。スマッシャーは。スマッシャー？ B、あんたはまだ現実がわからないのかい。あいつは氷山の一角でしかない。あいつを始末したところで一体何になる。私の用は済んだ、帰る。興味はないの。もういい。一人にしてやれ。いずれは落ち着くだろうが、こういう時は一人になりたいはずだ。ええ、分かった。どうにかしてあのコンテナを下ろすんだ。俺のものが入ってるなら取り返したい。じゃあ制御盤を探そう。 OK。グレイソンね。まあ殺して奪ってもよかったんだろうけどさ。重ねて言うけど爆弾じゃないよね。あったぞ。どこ？あれか。なるほど。ジョニーのもんってなんだろうね。
そもそも今これはジョニーの銃？ちょっと待ってね。おお。ちょっとこの彼氏の銃を変えて。まあいっか、とりあえずはいっか。武器は後で考えよう。かっけえ、シルバーハンドの銃かっこいいな。先歩いてるやん。こっち側から行く理由あんの？先にローグ歩いてたけど。マジかよ、何のことか分かったぜ。え？じゃあ見てみますか。あ、布を取ってみろ。これジョニーの車？よし。俺の車だ。乗れよ。特別に運転させてやる。マジ？ポルシェ。いい音してんだろ。よし。じゃあこの俺が埋められた場所を見に行くとするか。ローグはいいの？置いてっちゃって。ごめん、道どうなってますか？やばいほどにな。俺たちが会うときは必ず誰か死んでたくらいだ。それはまたロマンチックね、あんたらしい。毎日目まぐるしく過ぎてった。向こうは傭兵で俺はロックで忙しかったからな。平凡に過ごしたことはなかった。でも一度ローグを映画に誘ったな。それで結局行かずじまいだ。ちょちょちょ、ごめんごめんごめん。そうか、まあまあそういう仲だったよね。ただね、速いんだよ。今までの車より動き速すぎてさしんどいんだけど。油田か。そうね、私も捨てられたわね、そういやゴミ捨て場に。これが俺の墓かよ。どこ？何もないんだな。何を期待してたの？化石や花でもあると思った？さあな、まあ印とかせめて何かあってもいいだろう。ナイトシティの伝説。聞こえはいいが、一体何の伝説だよ。反抗期のニキビ面したガキどもにチッピーンって叫んで何になった？公募の金でも買えないものがあるってみんなに希望を与えたじゃない。ステージでは
たとえ死んだとしてもそれが理想のためだったらその価値はあるって思ってたんだ。そこにお前が現れた。俺はたくさんの間違いを犯してきた。信用してくれた人を裏切ったり利用したりしてな。世間知らずで自分勝手な男だった。でも唯一お前との関係だけは壊さずにここまでやってくることができた。長く険しい道のりだったけどね。俺が友達だと思ってた連中は同じ部屋にいることすりゃ耐えられなかったもんだ。ってことはお前はどんな友達より身近な存在だ。24時間一緒だからな。しかも俺を死ぬほど嫌ってはいなさそうだ。最初の頃は本当にクソ野郎だったよね。それはお前もだろう。ビクターんとこで最初に起きた時のことを覚えてるか。幻覚が見える怖いよってな。お次はミスティんとこで死にたくないって嘆いてた。あんたがタバコ吸いたいっていただこねて私を殺せないことに怒ってたのは覚えてる。その俺たちがここまで来るとはな。さっき言ってた失望させた友達ってローグのこと？ローグ、オルト、ケリー、サンチアゴ。少なくともローグはまだ挽回できる。50年間何も変わらなかったようなふりして突然あいつの人生に入り込めるか。もう入り込んでるよ俺ら。もう入り込んでるでしょ。まあな。昔あいつを映画に連れてくって約束したんだ。いい考えね。いつなら空いてるかローグに聞いてくれるか。ただまた俺と変わってもらうことになるが。いいよいいよ、それくらいやってやるよ。いいよ、連絡する。頼む。行こう。長居しても仕方ねえしな。来た甲斐はあった。もちろんだ。ありがとな、 B。 俺が入ったのが他の誰でもなくお前の頭でよかったよ。掘り返したりはしないんだね。はい、ということでね、皆さんの予想通り途中から力技になりましたけれども、ジョニーの銃、そして車ですね。ポルシェを手に入れました。いや、かっこいいね。はい、というわけでどうしよう。まあ映画に行くか、ローグと映画に行くか、次はこの車に乗って花子に会いに行きたいと思います。というわけで今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。